皆さんこんにちは、あかりんこと吉田あかりです。さあ今日はですね、6月のお気に入りやっていきたいと思います。それでは今日も行きましょう。あかりんの収録動画スタートです。では早速紹介していきたいと思います。まあまず一つ目はもうこれはね、話題になっていましたね。たくさんオペラのプティントの限定色11番のゴズミックピンクと12番のグリーマーレッドっていう、あのオペラから初めてのキラキラが入ったリップですね。そう、私は発売日にもアットコスメに行ってすぐ買ったんですけど、11番のゴズミックピンクはこんな感じのカラーで、こんなめちゃくちゃ目立つって感じのピンクが入ってるわけではなく、すごいお上品なラメ感ですね。で12番のレッドの方はこんな感じです。真っ赤って感じでなくクリア感のあるレッドですね。広告のポスターとか見る限りもっとなんかギラギラするのかなと思ってたら、意外とそうでもなく程よいキラキラ感で、あ、意外と使いやすいカラーだなって思った。オペラのリップすごい好きなんですけど、なんか私と唇と相性が悪いのか、若干皮がめくれやすいなっていうのがあって、その長時間はあんまり使わないんですけど、すごい色が可愛いからすぐ終わる撮影の時とか、まあ、よく使ったりしていますね。え、どう、皆さんそんなことないのかな。そう、なんか最近気づいたけど意外と唇弱いかもしれない。で続いて動画でも出したんですけど、クラランスのウォーターリップスティンの04番です。こういった感じのカラーですごい色持ちが良くて、全体に塗っちゃうとこと濃いので中心にだけ塗って上からグロスを重ねるようにしてます。このクラランスもすごい好きなんですけど、これ1本で使っちゃうと割とムラになったり結構乾燥しやすかったりするんですよね。そう、お店の人にはもう全然乾燥しないですよって言われたから信じて買ったんですけど、すごい乾燥はします。ただ色がめちゃくちゃ可愛いし、あのグロスを重ねたら全然気にならないので、おすすめの塗り方はそのあんまりドロッとしてない結構あの固めの普通のリップクリームとかを塗った上に、クラランスのこのリップを、まあ、中心から広げるように塗って、で上からグロスを塗るのがおすすめですかね。保湿力の高いグロスを塗ったら全然気にならないし、私はこれともう一つのお気に入りこちらですね、キッカのメスリックグロスオンの03番スイートキャンディーのカラー、重ね塗りするとすごく可愛くて、いろんな色のキラキラが、結構大きめのねキラキラが入っているグロスです。めちゃくちゃあの保湿効果があって全然乾燥しなくて、そういえば全然リップ塗り直してないけど、え、まだプルプルやんみたいなことがめちゃくちゃ多いので、このキッカのグロスと重ね塗りすると可愛いし、あの保湿もされるので、この2つの重ね塗りが私は最近すごく好きです。そして続いてがですね、こちら、Kパレットのラスティングシークレットティントライナーの01番です。これね、ケイトのねこのダブルラインエキスパートと一緒なんですけど、この二重用のアイラインが出たので買ってみたんですけど、私ちょっとケイトもう何本も使ってるじゃないですか。でもちょっとこれ乗り換えるなって思うくらいこれめちゃくちゃ良くて、ケイトのこれと比べてもめちゃくちゃ細いじゃないですか。そう、あのこのケイトのねこの二重ラインを使ってる時に本当に先の方で描かないと太いなと思ったんですけど、めちゃくちゃ細いからすっごい描きやすいんですよ。で涙袋とかもケイトのやつの時はこう一生懸命ぼかしてたんですけど、ぼかさなくてもすごい馴染むし、来たこれと思って、これはね今月一番良かったなって思った。そう、このケイトのやつもこう先っぽで描く分にはすごい細いラインが描けるし、色味も全然悪くないんですけど、ちょっとね筆が太めだなっていうのが結構難点だったんですけど、この K パレットの方はマジで細すぎてこれは素晴らしい。ただ結構多分このタイプのね筆はねすぐ出やんくなると思うから、そこだけ注意なんですけど、めちゃくちゃ描きやすいです。はい、じゃあ続いてボディ用品ですね。こちらメルフィータのロルロゼブリリアントボディオイルっていうやつなんですけど、なんか脂肪燃焼効果がなんかあるのかな、よくわかんないんですけど、なんか送信効果があるらしくて、こう足のマッサージとかに最近使ってます。で私今までまあベレダとかクラランスのボディクリームとか足のケアは結構ちゃんとそれ専用のボディオイルとかクリーム使ってたんですけど、最近ちょっとこっちに買い替えてみたんですけど、オイルなんですけど割とサラッとしてるので塗った後のベタつきがあんまり気にならないのがすごいいいなって思ったのと、ここがスプレータイプなんですよ。だからこうシュッてかけると広い範囲にわたってオイルが出てくれるので、それもいいなって思うんですけど、結構腕とかだとさそんな広範囲じゃないじゃないですか。だから結構 あっちの方の壁とかについたりとかしてそれは困ってるから、どうなんだろうね。こうやって出すタイプもベトベトするような気もするし、どっちがいいって言われたら難しいんですけど、振る際にはお風呂場で振るのとかがおすすめかなって思いますね。結構あの広範囲に飛び散ってあのいろんなとこがベタベタしちゃうので、足とかに振る時も座りながらやるから床がベトベトしちゃうから、なんか振る時はもうお風呂場で振る
するのが一番いいかなって思ってます。続いてはこちら、リファのフェイスローラー。そう、リファのこのコロコロ大きいのはもう7年ぐらい使ってるんですけど、このちっちゃい方を行ってる美容院で借りた時にすごいこうヒットするし、持ち運びにやっぱりあれはでかいからこれぐらいちっちゃい方がいいなと思って最近はこっちのちっちゃい方を使ってます。すごいこのフェイスラインにめちゃくちゃヒットして、朝むくんでる時とかすごいスッキリするんですね。そう、やるとやらないで全然むくみが変わってくるんですよ。あとちっちゃいからこういう目元とかもやりやすいし、ここの眉間のね、ここね、私パソコンするからすごい疲れやすいんですよ。ここがすごい気持ちいいなって思うので、これよく最近気に入って使ってます。そう、こうやってから首筋流したり、パソコンするから手も疲れるからこうやってたまに指のマッサージとかもして血行良くさせてます。大きい方はボディとかにも使えるから、そういった意味ではあれもめちゃくちゃいいんですけど、そう、これはメイクポーチに入れようと思って持ち運びで使おうと思って買いました。そして最後ですね、最後はこちら、 AirPods です。絶対買わないと思ってた AirPods をついに買いました。まあちょっと前に買ったんですけど、いや私ね、絶対こんなんさ紐もないしなくすでと思ったけど、意外と大丈夫で、すごい充電も長持ちするし、こう耳に入れた瞬間からもう起動されるんですよ。今までBeatsのヘッドホンとか使ってたんですけど、自分でボタンを押してみたいな、接続できてるかなっていうのを確認してとかいろいろややこしかったんですけど、この AirPods はもう耳に入れた瞬間から始まって、あとはもう再生ボタンを押せば音楽すぐかかるし、それであと耳から外せば再生ボタンももう停止されて、ただ片方だけ外したい時に外しちゃうと音が切れたりするっていう難点はあるんですけど、やっぱワイヤレスっていいなって思う。イヤホンのコードが絡まるストレスがなくなったので、それはすごくでかいなって思いましたね。で、結構割とすぐ充電もできるから、充電切れたなっていうのも思わないし、すごい使いやすくて買ってよかったなって思います。はい、っていうような感じが今月のお気に入りでした。皆さんもね、これ良かったっていうコスメとかあればコメント欄とかツイッターのリプで教えてください。はい、7月に入ってもう夏本番っていう感じなので、皆さん暑さ対策をしっかりしてね、熱中症にならないように気をつけてください。はい、ということで今日も見ていただきありがとうございました。この動画が良かったと思った方はぜひチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。ではまた次回の動画もお楽しみに。あかりんことしたあかりでした。バイバーイ。What's going on?